どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていきましょう。866年応天門の変というのをやっていきましょう。はい、こちら応天門の変。はい、応天門がなぜかですね、放火されて大炎上をするという事件が起こります。はい、この責任は誰にあるのかということなんですが、まあ、応天門を要するに管理していたですね、大納言の友野義雄さんの責任ですということで、まあ、友野義雄を要するに排除すると。まあ、これで要するに吉草にとってはもう敵が誰もいなくなったという状態なんです。だから応天門の変、866年の応天門の変で、大納言の友野義雄、これを要するに排除して、まあ、吉草が事実上の、というか完璧に摂政になるということですね。吉草が摂政になるということになるわけです。だから応天門の変で866年に亡くなりました。放火事件が起こしました。その責任を友野義雄に被せます。大納言の友野義雄に被せます。で、吉草が摂政になると。まあ、これで完全に権力が集中すると。いうことになるわけなんですね。まあ、これで今吉房さんの時代は終わりということになります。よろしいでしょうか。それでは藤原の吉房、以上ですということですね。では次の子供、その次の子供とか、その代についてやっていきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。